ハロー日本ソラバイージャパンタカです。ナンバーサイヤショーイエーイハリにカミブラダディテカダリタカルマイエーイはいタカさんの家の近くですそうね今日はねちょっといつもと違うねあれですね大体バレてるけどジェラテねジェラテの近くに住んでますよみたいな。でここにハラルのうまいピザがあるんですよね。そうハラルピザなのにめちゃくちゃ美味しい。食べたことあるんですか？ある2回ある3回ある。サヤタペルナマカンシニ食べたことないんで。あそうはい初めて。多分ハラルピザも食べたことありますよ。ある。だってドミノピザとかハラルじゃないですか。あ、そっかそっかそうかそうか。そうですよ。確かに。ありますよ。でも舐めてもらっちゃ困ります。正直ドミノピザよりもうまい。ドミノピザよりうまいね。ドミノピザよりうまい。ドミノピザより美味しい。俺はね。あ、オッケーオッケー。ドミノピザも美味しいんだけど、そのドミノピザよりも美味しい。行きましょう。オッケー。なので行ってみましょう。それからあかん。トルムじゃん。ちょっと雨降ってきた。これどこで注文するんですか？あれ？カルボナーラピザだとペパロニピザ、ツナピザとかいろいろあるんだけど、まあ俺がね、しょうちゃんに食べてほしいのはですね、シーフード。違うカルボナーラピザです。カルボナーラピザとまあ無難なペパロニのこの2つをちょっと今日注文してみようかなと思います。ペパロニは無難なんですか？ペパロニ無難にうまい。僕はね、初めて聞きます。ペパロニって無難？ペパロニ無難。無難ってか、そのなんかメジャーですか？ペパロニ。いや、全然。ピザといえば大体ペパロニじゃないの？この中で一番無難やったら多分シーフードかマルゲリータ。あとカルボナーラピザも言ってるけど、あります？普通にある？いや、ない。でも変わり種やからちょっと気になるかな。確かにそうですね。ペパロニは無難じゃない。そうなの。俺の中では無難。そんなことはいいってでもまあ おすすめなんですよね。家の近くだしそんな飛んでくるそんな力強く重量級だから僕ちょっとパスタとかも。俺はラムチョップ。あ、また分かった。じゃあカルボナーラ、ペパロニ、ラムチョップ、アルフレッド、それにしましょう。 OK、 はい、決まりました。 OK、 ここなんですね。オーダー OK。あ、オッケー。カルボナーラピザサトゥ、ペパロニピザサトゥ、レンブチョップサトゥ、ラムチョップサトゥ、アルフレッドサトゥ、アルフレッドパスタ。It's Sajan. I will see first. Thank you. Okay. どうぞ。ありがとう。で揃いました。はい、須田さんぱい、まさかん、セムラ。どうですか？うまそうじゃない？王道でしょ。王道。これ王道。ペパロニなんて王道でしょ。王道。ペパロニ。マウンキン王道。じゃあね、多分王道ね。で、はい、そう。カルボナーラピザ。これがね、ここの目玉やね。これ目玉なんですね。これめっちゃうまい。で。なんかそうだね、しんくんが食べたいって言って頼んだアルフレッドっていうパスタ。アルフレッドパスタ。そう。ではね、早速ですね、いただきます。ピザから食べましょう、はい、まあやっぱこれからいきたいな。だってもうさ、ちょんまげジャパンのタカさんのシーンの時もうピザ食ってますもんね。ああ、そうですね。もうあれ自分で書いたんですよね。あれ自分で書いたんですよね。安すぎでしょそこじゃあ、俺からいいの言って。いや、ダメって言ったらやめてくれるんですか？いやいや、いいよ。ダメだよ。いや、食べます。白マカ、マカ。あ、うまっ。うん、あんな早っ。はい、いや。あ、うまい。それだ。カルボナーラの味するんですか？うん、これ。マジの焼きたて。マジで熱っ。熱っパナスあっどうすかうまいわ。これうまいっしょ。それだ、旅パナ好きだ。めっちゃ熱いね。熱っ。めちゃくちゃうまいんよ。うまいね。うまっ。そのカルボナーラって普通に作ったらベーコンとか入るじゃないですか、普通。でもここはそれはなんか多分チキンだと思う。チキンで別に代替されてるみたいな感じなんですなんだけど、正直普通に豚のカルボナーラ、と味の濃さ変わんないかな。うまい。いや普通にうめえわマジで。王道行く？ああついに。えマジでさ、ペパロニって普通じゃないの？王道？うまっ。王道？王道って英語でなんて言うの？レジェンド道路。いや違いますね。まず王様って別にレジェンドじゃないから。レジェンドって伝説の道だ。漢字をそのまま。レジェンドロードってさ、伝説の道でしょ。ちょおかしくない？伝説の道って。食べたやろ。運動したやん。じゃランキング。このツッコミをめんどくさかったらダメだよね。これね。ちょっとじゃランキングおもろいですね。じゃランキング。どうですか？ああ、王道やわこれ。王道っすねこれ。でしょ王道でしょ。ほらペパロニ王道なんだよ。どこにでもあるピザだったんだけど。俺パスタ食べるわ。食べて。もうねパスタが美味しいなんて分かってんだよ。めっちゃうまい。何やき。クリームパスタなんだけどちょっとガーリックが強めで。マジ？めっちゃ好きなのそしたら。チキンクリームパスタにちょっと強めのガーリックとバジルって感じ。多分好きやで。そうですね。0点じゃないですか。あ大丈夫これで。美味しくユーチューバーなのに。うまっ。どう？いいじゃんめっちゃ。なんかねチキンクリームパスタに。ちょっと強めのガーリックとバジルって感じやわ。でしょ。ほんまその通り。そんなコメントで。語彙力一緒か。ほんまその通り。で、翔ちゃんのこれ言ってみてや。いいよ。俺はやっぱね。ミートマスター翔から言って。ミートマスターそうで。ミートマスターでしょ。俺ミートなの？いやいや、こっちがミートでしょ。これ油。切るの下手すぎんか？もうもうちぎる。ちぎるでいくわ。いただきます。めっちゃうまいわ。めっちゃうまい。ソースだった方がいい。食べて上品に。上品にね。はい。そんなさ、見なくてもさ、俺はちゃんと切れるで。おお。翔ちゃんとは違うから。おっでうまい。めっちゃうまい。ハングリーアップ上品でコメントしてください。ハングリーアップ著名。ああ著名ですね。可愛いね。可愛かった。求めてるもんじゃなかった。覚悟言ってほしかった。で本見して。カットいきますよ。カットいくさんとサンドさん。やめろ。とりあえずさ、歯大丈夫ですか？でさ、歯かけたん折れたんですよね。歯折れたけど、実は今肉噛めないんだよね。肉は飲み物。みのんだけ。お肉が噛めないの今。歯どうなったの？ここ折れて。昨日折れたやつが抜けた。折れて抜けたってこと？じゃあもうなくなったんすか？ヒランギギ合うわ。じゃあ何両方とも今ここはある。でも折れてる。それ痛いんですか？痛い。さっき痛い。こっちは昨日は痛かった。抜けて痛くなくなった。ああじゃあ大丈夫ですね。大丈夫。ただ意見出してきました。いや。なくなったから噛めないっていう。あそっか歯茎で噛みますかそしたら。歯茎で噛む。どうしたんですか？歯医者とか行ったんですか？歯医者行ったけど。なんか虫歯3本見つかったのね。あ全部治療するとどんぐらいかかるのって聞いたら、だいたい8800リンギ。ちょっと待って。くくね。びっくりした。え、それさ、マレーシアの方は歯医者、日本はね保険で大体まあ何千円とかなら、まあ大体まあレビクラン、ケパダリンギ、ドワラトスリンギ、スラトスリンギ、アタウルドワラトスリンギだから大体それぐらいで治療できるけど、8800で一応聞いたんよ、入れる保険あるの、マレーシアにはないよって言われた。じゃあマレーシア人の方って8800リンギ払って虫歯治療してるんですか。まあそういうことになるのかな。いや多分ね、そこまでなんないと思う。あ、そっか、ちゃんとケアしてるから多分。寝ながらポテチ食ってますよ。でも俺さ、日本にいる時さ虫歯なんかなったことないのよ。で俺原因分かったんよ。寝ながらポテチ。俺さ、こうマレーシアに来てハリボーにハマっちゃったんよ。ああなるほどね。ハリボー、グミ、ハリボーね、グミ、あれすっげえハマってて、しょっちゅう買ってきたら翔ちゃんにあげたりもしとったよ。ああもらいましたね。そうそう、あれをまあ週5ぐらいで食っとったんよね、仕事中だから。2年間グミで多分やられたんやろうなと思ってる。でもグミ大好きすぎて自分30年間グミ食ってますけど、あんまそんなことならんな。そもそもだって歯何本かもうあれでしょ、治療したでしょ。まあ日本でね、俺は日本で一度も虫歯になったことないね。なんか安い歯医者とかないんですかね。探したいる。探してる。でもね、全部高いわ。全部高いですか。歯医者高い。なんかほんまマレーシアの皆さんはどうやって歯医者に行ってるんでしょうか。って思うよね。ぜひちょっとコメント欄で教えてください。マジで教えてほしくない？なんならいいお医者さん紹介してください。もしくは連絡ください。いやマジでね。僕ら飯食う YouTuber なんで歯がないの結構ね、結構致命的なんですよ。引退ですよもう。引退しない。歯がなくなっても食い続けるけど。じゃあ目指せカバの本数やな。目指せカバ。行きましょう。ただのアホやん。ロードトゥーヒッポポータマス。これで行こう。決まった。マジで冗談なくマジで歯がなくて困ってる今。まあ困りますよね歯はね。ね、ちょっとなんか宣伝とかも頑張ってするからね、いいお医者さんコメント。治療に行く YouTube 撮るんで連絡ください。はい。さあ食った。酢だけにゃん。俺も無理。でもさ、多すぎだって。いや多い。もう酢だけにゃん。食べるまかんだけ。もう食べてください。顔がピザ。任せむわ。よかったっすね。うまかったマジで。ぜひセラティックの近くにあるんで来てください。徒歩5分ぐらいです。5分ぐらいだね。駅から5分ぐらい、タカさんの家からも5分ぐらいです。俺からも5分ぐらい。ぜひ遊びに来てください。こちらはワスカビデオイにセラティックのグッドボタン、ジャンガルパとかノティフィカシーダンスのスローチャンネルイリー、よろしくお願いします。またねー、チャンネル登録よろしく、イエーイ。Oke, terima kasih. Pak, can take foto? Ah, oke, boleh. Sekali semua sekali. Mata. 本日なんかサービスしていただくことになりました。ディアブランジャウントゥ神。これはもうプライベートもいっぱい来ないといけないから。ぜひね、合わせもパトゥダタンキスに来てください。ザ・リース・ウェスタン。ああ、だから彼の名前がリース。ザ・リース・ウェスタン。リースさんのお店のザ・リース・ウェスタン。来てください。ぜひ皆さん来てください。はい、ありがとうございました。テルマタシー。さやかんとたまぎ。オッケー、ジャパラギ、レンキュー様。レンキュー。ほら、最高だ。よかったよかった。YouTube やっててよかった。ありがとう。